はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はスライム軍団動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、まあ、なんかね、いろいろアップデートがあったりもしたんだけど、まあ、ちょっと前からね、ステージ51をちょっとやってほしいっていうコメントがね、結構あったんで、今回はね、そこをちょっと動画にしてみようかなと思います。まあ、ただね、ちょっと、もちろんね、突破はしてるんだけど、一発撮りでね、クリアできる自信はあまりないので、まあ普通に全力で、行ってみようと思います。で、これね、そもそもね、ステージ51はね、40日ステージという感じなんで、まあ普通にね、なんか40分、1時間近く下手したらね、なっちゃうんじゃないかなと思ってたりはするんで、まあ、早速やっていってみましょうか。行きましょう。でね、ここに関してはね、もうスタートが大事。あー、ちょっと4か。まあでもしょうがないね。知らぬ変換しましょう。で、ここね、ボスまでたどり着く以前に、ちょっとね、多分ね、4日目かな ?4 日目に来る鳥みたいなやつが結構物量が多いんで、そこをね、そこまでにしっかり戦力を確保できるかどうかでかなり成功率が変わるっていう、そんな感じのステージだとは思ってるんだけど、これもちょっと悩むな。どうしよう。まあでも 16% にしておきましょうか。さて。で、ここから、どれぐらいね、ちょっと戦力を、序盤にね、しっかり蓄えられるか。それがめちゃめちゃ大事。ここどうしようかな。先に、いや、違うな。こっちから行くか。これで、まあ、ちょっと手数余裕あるから、しっかり上に乗せる形にして消していきましょう。はい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 。で、これで、まあ、真ん中にね、引き寄せるような形も作りやすくはなったかなと。で、その後は、ちょっと知らぬいを増やしていくか。知らぬい、これあれか。ちょっとね、見た目が結構ね、似てると間違えることもあるんだけど、違うやつだね。だから、この二人を上に乗せるか、まあ、そうしないで、ごこげししちゃうか、かな。あ、でも、上で一個作れるのか。だったら、こうやって、で、ここで一個作って、ここで一個作って、これ上に乗せる形にして、で、こっちもこうやって寄せていけば、また6個で消せますね。OK。で、まあ、ここは5個消し、そうか、ちょっと都合が悪いな。ちょい、まあまあまあ、一手間かけてやりましょうか。で、4手だから13手アップを取りましょう。まあ、最初がね、まず、しのげるかどうかが大事なので、これでまたね、5個消し2箇所連続作れます。ほい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 。これぐらいまでいったら、まあ、最初の、3日目の猛攻はしのげるような気はしてるんだけど、どうだろうね。ちょっとね、それでもわかんないからね、確実かどうかと言われると、自信がないので、慎重にやっていきましょう。あと8手か。4体なんだよね。だからもう1体作れれば5個消しできるから、先に10を、ただ4つ消し5個消しもできなくはないのがちょっとややこしいところだよね。まあ丁寧に5個消ししようか。これやると、3個できて、上に1つ乗ってるから4つ落ちていって L 字に消えちゃうんだよね。まあ、L 字に消えてもいいか、これ。今だったら、L 字に消えてもいいですかね。じゃあこれでくっつけましょう。うん、そうね。で、4体か。4体か。これは、下から2段目で5個消しするぐらいかしらね。で、新しく落ちてきた指輪を使って、エイミー準備して終了かな。OK。とりあえず、最初に、最初のね、
攻めてくるやつで火力を見ましょう。まあ、とりあえず、いけるはずだが、これちょっと迷うな。一番上か二段目か、知らぬいのやつか、ヘメラのやつなんですが、ヘメラのやつは続きがあるので、まあ、優先してちょっとヘメラ取ろうかな。正直、知らぬいのやつの方が、火力的にはプラスだと思うんだけど、ただ続きがあるからね、これは取っておきたいところですね。で、ここはごこげしを、下から2段目でしておきましょう。そしてだ、ちょっと待てよ。2日目、あと2手。微妙なところだな。これごこげしでくっつけちゃうとでもエイミーが少ないからあんまり、ちょっと銃落ちてこないかなということで、指は3つだけど消して様子見ようか。1個銃落ちてくればごこげしができる。落ちてこない。まあ、もう一回刀消して様子見しましょうか、次。このタイミングでね、ちょっとあんまり手数を減らしすぎると、次のターンしのげなくなる恐れがあるので、で、これはね、さっきのやつのパワーアップ版ね。領域内で、いろいろ効果が得られるよと。で、これ銃落ちてこないか、落ちてこない。銃落ちてこないか、落ちてきた。これは一応回復できる状態にしておきましょうか。で、3手あるから、1、2、3で、まあ、次のターンですかね。まあ、こっち側にしましょう。さてさて。で、この次かな ?4 日目で、確かなんか鳥の大群が攻めてくるんだけど、それがね、結構物量が、いっぱいで、結構しのげないことがあるので、ちょっと不安だな。ちょっと不安だな、これ。今の感じ見ると。これはむしろ丁寧にやるなら、知らぬいを左右に分けてパワーアップのマスの上にしっかり乗せておくとか、そういうことをした方がいい可能性もある。で、ここはごこげしをいずれしたいんだけど、まあ、すぐやると手数が減っちゃうから、あと4手でしょ?あと4手だから、一旦これ、丁寧に乗せておきますか。で、そうだね。こっちも一応5ついるのか。だから5個消し準備をしながら、ちょっと、微妙だな、でも。こっちは遠いな。こっちのごこげしをだから次をしのいだらしたいなという感じですが、その後でだ。あーでもそうか、微妙だな。ちょっとどこを動かす方がいいかがよくわかんないな。これあれか?次のごこげし準備ってことで言うなら、こういう感じか。ただ、ここがね、しのげるかどうか、あれ4日目じゃなくて5日目だっけ?なんか、鳥の大群が来るはずなんだけど、あ、その前にダメージ手に手に入ったのは良かったね。この次かもしんない。だとしたら、またこのターンもちょっとくっつけない方がいいから、やれることがねえな。やれることがないね。かといって後ろの方にね、なんか3つがないんだよね。これ消しとくか。銃4つ、あと1個落ちてこないかな。だから、まあ、ここ、刀3つ消す準備しながら、あ、これ、こいつらがね、意外と結構数が来るから、ここしのげるかどうか大事。なんとかなった?どうだ?微妙だな。ニュックスの方がいいかな。まあ、ただ、エイミーね、ダメージ軽減ついたから、ミサイル3発の方を先に取るのもあり。どっちかな。ダメージだけ考えるなら、ニュックス強化した方がいいんだけど、ダメージ軽減とかで受ける、白へのダメージも減らせるってことで言うなら、ちょっと先エイミーかな。あ、でも、しのげている。オッケーオッケー。そう、このね、今の鳥の大群来るところが結構しのげずにやられちゃうパターン多いと思うんだよね。
なので、まあ、ここさえしのげば、ここさえしのげば逆に言うと30日目までいけると思う。これなら。とか言ってやられる可能性も、全くないとは言えないから、ちょっと怖いんだけど、今のところでやられなければ、最初のボス、次のボスぐらいまでは、なんとかなる相手のはずなんだよね。で、ここで知らない強化できるのもでかい。よし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 。さあ、そして、今度はどうしようか。一旦ここで5個消し、作っておく。お、落ち込んでコイン消えるのでかいね。で、ランダム3体が強いやつに当たったら嬉しい。いけ。まあ、ヘメラに1個当たってるか。完全に外れではなかった。そして11ステップか、3キャラランダム強化。これね、ランダム強化をね、強いやつに当てる方が11ステップよりお得っていう可能性もあるんだけど、まあ、一応11ステップでいくか。そうだね。4体だから、まあ、ここ3つ消しでいいから消しちゃって、どっちかな、こっちか。こういう感じかな。で、ここ5個消ししたいけど、これ、そうか。この形だとちょっとダメだね。1個ずらしておいて、5個消しをしっかりする。で、次も5個消しできるけど、しまったな。今のところじゃない方ずらしたかったか。まあ、ちょっと、手数かかっちゃったけど、こんな感じでいきましょうか。さあ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 。でね、下から登ってくるやつが、ちょっとね、ヘメラのチェーンと相性悪いっちゃ悪いんだよね。上に向かって吸い上げちゃうから、まあ、その後元に戻ってくれるから、まあ、結局遅延にはなってるんだけど、まっすぐ向かってくるやつを吸い上げる可能性が下がっちゃうから、ちょっと相性悪いっていう感じかな。で、ここに関しては、どうすかな。一旦これ消して下に下ろす。でね、この二人を上に乗せたいし、その上にこの二人が乗るのであれば乗せておいた方が強いやつを次のターン持ち越せるんだよなぁと思うと、手数がかかってもちょっといじくり回す価値はあるのかな。だから、あーちょっと面倒だな。これ一番上にしなきゃいけないから、そうだね。こっから動いて、こうしようか。ほい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 。で、まあ、ここは終点と思うので、まあ、見守りましょう。これどっち先かね、ちょっと迷うんだけど、夜空の剣。まあ、夜空の剣、から取るか、せっかくね、ヘメラとニックスセットで使ってるから、こっちを先に取ってみましょう。で、これ一番上にして、これ真ん中に置きたいわけでしょ。だから、こっちから上がっていって、そうだね。こうして、ここやって、こういう感じか。ん?ちょっと違うな。今の一個余計だったか。まあ、どっちにしろ次で、作れるか。あれ?ちょっと待って。怪しいな。ちょっと適当にやりすぎたかもしれん。お、知らない評価偉い。ちょっと待って。6手でしょ。1、2、1、2、3、4、5。あ、間に合わない。全部乗せるの間に合わないな。ちょっと待って。あと4手しかない。1、2、3、4。あれ?ちょっと待って、ダメだ、これ。あ、どうしよう。じゃあ、せめてこうしよう。ちょっと、ちゃんとターン数えてなかったから。まあ、結局落ち込んで回復するから、今見たらね、手数いっぱいあるじゃんってなるかもしんないんだけど、ただ、
落ち込む前だとね、ギリギリ今間に合わなかった一手。俺が数え間違えてなければ。まあ、何にしても、ちょっと次のターンにこいつを持ち越せるようになったのはよしかな。まあ一応ボスサイドに寄せとくか。で、三つ消しでもいいからコイン消して、一行アップ引いておく。あと6手ある。だったら、5個消し後ろでしましょうか。で、あと2手。あと2手だったらちょっと、まあ、大したことはできないから、一応こんな感じか。まあ、知らない強化マスに入れた方がいいかなぐらいですかね、あとは。で、こいつはね、そんなに問題ないはずだから、おとなしく見守っていきましょう。確かね、次のボスが、なんか魔法使いのおじさんみたいなやつで、で、その次のボスがちょっと厄介なやつのはずなので、ちょっと30日目までにうまく、しっかりね、盤面強化していきたいかなという感じですね。まあ、間に一回持ち越しが挟まっちゃうから、ここどうしようかな。13日ある。こんな感じかな、とりあえず。で、5個消しでもいいから、ちっちゃい宝箱2個開けましょうか。お、これは、とりあえず手数は増えた。そして、ここはどっちかな？微妙なとこだな。ヘメラ増やすのか、8ステップ増やす。まあ、16ステップあれば何かできそうな気がするから、ステップ数もらいましょうか。で、一旦10からくっつけようか。コインが落ちてこない。じゃあ次はここを、つなげちゃいましょう。そしてこっちですね。知らぬ今5個消しする。で、ここも、5個消しができそうなのでしておきましょう。とやってる間にコインが増えてきた。これね、どういう形で消そう。こっちか。こうですね。まあ、5個消し、これもね、ちょっと迷うな。ランダム強化強いとこに当たるか、HP 上げとくか、上限上げときましょうかね。で、これは11ステップ取って、また13ステップまで回復。で、指輪が5つあるから、一応指輪を消す動きをしようかな。で、さらに、まあ一応こういう感じにしといて、しっかり6個で消しておきましょうか。これで、4体か。どうしようかな。刀も微妙に遠いね。最後の1個が。そうだね。どうしようかな。銃も遠い。刀、4つ。で、これもなんかね、5個消ししようとすると微妙に遠いんだよな。9手あるとはいえ。まあでも、ここかな。5個消しとりあえず入れましょうか。で、落ちてくるものによっては、そうか。一旦コインで4つ消ししちゃうか。で、さらに落ち込んする上に、お、いいね。これ一番下のやつで、攻撃力、とりあえず 40% アップ。で、さらに、またね、HP200 アップ取れれば、さらに 20% アップするので、結構な火力の底上げになりますね。OK。さあ、そして11日目。ここからはね、割と、道中の敵はなんとかなると思うんだよね。それなりに、スキルも揃ってきてるし、全然にね、火力のあるキャラが並んでくれるので、ここは割とどうにでも、なると思っていますよ、ということで、やっていきましょう。さて、さて。
はね、なるべく、前列の方にヘメラを持っていくことで、チェーンの効果を最大限使いたいとか、領域もね、なるべく早く相手が入ってくれた方がいいなとか、ここは毒持ちいないので、光ミサイルの数かヘメラの領域、拡張ですが、まぁ、5% だと少ないから、光ミサイル増やしましょうか。ミサイルパーティーをしていきましょう。まあ、光ミサイルはね、単純にエフェクトが好みという話もあるんでね。そうだね。あ、下まで巻き込んで消しちゃうんだったら、なんかこれも巻き込んで L 字で消しちゃってもよかったかな、今のは。とか、そんな話もあるけど、7手だったら、あ、間違えた。今のはちょっとミスった。ね、5個消し作ろうかなと思ったんだけど、なんかちゃんと見ずに、やっちゃいましたね。お、これはラッキー。知らぬ意が、常にね、強化されて落ちてくるようになりましたね。そこは素晴らしい。さてさて、これでね、一気に火力、底上げされたので、よりね、頼もしくなったというか、しのぎやすくなりましたね。これはニュークスの、まあなんだっけ、厄災の星かなんかの、スキル取りましょう。で、ちょっと待ってね、これの5個消し作るつもりだったんだけど、予定変更して、ちょっと知らぬ意を、くっつけて、あれちょっと待って、俺これ見間違えてた。たまにやるんだよ、こういうの。似てるんだよね、進化段階、途中のやつがね。なので、まあちょっとね、喋りながらだとうっかり間違えることもあるよと、まあ喋ってなくてもうっかり間違えることはあるから、別に、喋ってるせいではないんだろうけど、まあ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 、こういうミスもたまには出るよっていう、ことですね。まあ、ただある程度今は軌道に乗ってるから、なんとか多少ミスってもしのげるはずだぞという感じですね。まあ結構知らないのが増えたことで火力は安定してきてる、感じですからね。さあ、というわけで、まあちょっと雑にここは4つで消しちゃいましょうか。でだ。これも5個消ししようとするとちょっと遠いから、4つで指輪は消してしまいましょう。これも5個消し遠いな。まあ、ただあんまりなんかね、しっかりやってない感じにするのもあれなんで、どうしようかな。まあ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 、でもね、5個消し、そうね。まあでもしっかりこっちから運んでくるか、せっかくね、ここも乗せて消せそうな形なので、5個消しをね、ちょっとしていきましょう。ほい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 。お、いいね。2つの、スキルがね、しっかり強化してきましたね。オッケーオッケー。これであれば、割と調子はいい感じかなと。そうね。ちょっと待って、寄り道するならここね、一応乗せておくかとかそういう話なんだけど、まあ一応乗せとくか。で、これで、まあ一応こっちも4つ消しにする意味もないか、もう1手しかないからここやっちゃいますか。はい。これで、上から落ちてきたやつも含めて、4手回復しますね。あれ ?5 手回復してる。なんか間違えた?まあいいや。じゃあ、これも3つで消しちゃおうかな。わざわざ4つ消し手数かけてやるのもね、今の感じだったらあまり意味ないかなということでね。で、いつの間にか5体いるので、ここは次に5個消しするようにちょっと寄せていきましょうか。ほいほいほい。だんだん弾幕が派手になってきたね。でね、これね、一応そろそろシールド取っておく。ガチリンの反射回数1っていうのも、正直魅力的なんだけど、ただね、30回にいる敵は、なんか、結構ね、フィールドの敵を攻撃してくるタイプ、フィールドの、モンスターというかキャラをね、攻撃してくるタイプだったと思うんで、まあ、一応ね、シールドを貼る効果は、今のうちから取っておこうかなと、そんな感じですね。そして、5個消しを一旦入れて、エイミーもね、そこまで強くなれば、なかなかいい感じのはずなんでね。
で、一応ちょっとバラバラに散ってるけど5体いるのか。5体いて3体いるから上に重ねて消すっていうのが、できなくはない。どうしようかな。やっていくか。先に、一旦こっちで5個消しをするのもありか。あれ、ちょっと待って。こっちもそれなりにいるな。一旦じゃあ、こっち行くか。さあ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 。でね、やっぱりね、40日ステージはね、長いね。まだ折り返してないっていう。まあもちろんね、序盤の、スキルとかがね、取ってない、前半の方が、時間、まあ慎重にやるからね、かかるよなとは思ってたんだけど、そうね。ここも、5個消し入れますか。で、ちょっと紛らわしいんだよな。こいつとこいつ違うのっていう。ちょっとね、見づらいんですよね。でね、特にね、この4人は最近よく使ってるから、これでも見間違えるけど、ある程度はね、ちゃんと外れてるんですけど、普段使わないキャラをね、なんか新しい、属性縛りのステージなんかで試したときに、これは光ミサイルかガチリン、まあガチリン増やしましょう。新しいステージとかでね、普段使わないキャラ試したときとか特に、これとこれ違うキャラ打ったみたいなのがね、ちゃんと見えてないというか、まあレベルが一つ違ったやつとかね、特に、見分けづらいんですよね。で、ここで一旦あれか、盤面リセット入っちゃうから、なるべく強くしておきたいわけだけど、まあ上の方は、もうくっついてる感じかな。3手しかないから、ここだけくっつけておきましょうか。まあちょっとね、ニュクスもうちょっとくっつけたかったなというところはあるんだけど、で、魔法使いおじさん来ますね。こいつはね、なんかね、倒すだけなら別に何も問題ないんだけど、キャラのね、レベルをコントロールしてくる恐れがあるので、そこでね、ちょっと強いキャラがレベルダウンしちゃったりするのは避けたい。お、ヘメラも自動変化。直接変化の、取れたのは良かったっすね。はい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 。まあ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 、いいんじゃないですか。さあ、で、次のね、30日目、ここが大事なんで、ちょ、慎重に、やっていきましょう。さて、そうだね。お、初日合成プラ1。毎日、初回合成でね、プラ1ってやつ引けましたね。まあ、今回はもう消しちゃってる扱いになるから、ならないんだけど、次からね、できますね。OK。さて、で、あと5手か。まあ、ちょっと4つでも消しちゃいましょうか。で、9ステップもいいけど、上限200アップするとね、火力も 20% アップするから上のやつもありなんだよな。まあでも9ステップ、取りましょうか。で、5個消しを入れて、で、3つだけど消しちゃいましょうか。ちょっと外れ。真ん中の 4% 取っとくか。ちょっと今のは外れだね。で、9手だから、まあここね、一手間かけて横に寄せておきましょう。で、これによって、銃とこいつらが、落ち込んで消えるので、はいはいはい、OKOKOK、12手まで戻るという形ですね。さあ次は、まあ一応こっちの5個消し入れますか。2手かけて指輪を端っこに乗せる旨味はあんまりないんだよな。銃がこの下とかにあればまた別だったんだけど、まあこれはこのまま消しちゃいましょうか。はい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 。で残り貼って、まあとりあえず指輪の5個消し入れよっか。あ、なんか、ちょっとちゃんと見てないところで消えちゃったね。もしかしたらもったいないことした可能性もあるけど、まあ細かいことは気にせずに行きましょう。はい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 。あと3手。あと3手か。どうしようかな。あと3手。まあ、ちょっとね、指輪3つだけど消しちゃって、直接変換になってるから、知らないがもう1体こっちサイドに落ちてきたらいいかなと思ったんだけど、落ちてこないっすね。
そうしたら次銃で五こげしする準備だけして、持ち越しましょうか。まあ合成初回プライチが手に入ったので、後ろで、ね、とりあえず銃五こげしをして、4体ね EX を増やしていきましょう。まあガチリン回数増やそう。オッケー。で、5個弟子入れて4つ、オッケー、オッケーだね。で、ここら辺でコイン増えてきたから、コインの5個弟子か、L 字にね、消して2個か、したいんだけど、この形ちょっとね、ほぐしにくいんだよなーっていう、4手しかないから、1,2,3,4、間に合わないんだよね。だったら、次のターンの初回、5個弟子の準備をしたいかなと思うと、ここにいるとあれか、変わっちゃうから、こっからちょっと逃がして、次のターン5個消し準備しておきましょう。OK。さてさて、23、4、5、6、7、8、9、10だから、あと8回で一応初回プライチの効果が、恩恵受けられるんで、まあ、なるべく5個消しをして、するか、まあ、上の方のキャラをガチリン増やしましょうか。上の方のキャラをくっつけるとか、そういうことをね、ちょっとしていきたいかなということで、まあ、ここは4つ消し、4つ消しというか5個消し、4つ消しになって、まあ、これ 12% 取りましょうかね。で、この、あ、5人いるか。5人いるのであれば、ちょっとね、5個消しを次のターンにしたいんだけど、ここね、変換されちゃうから、どこで待機しててもらおう こうかな。で、これで次のターンに、真ん中をね、ずらす形で、やっていきましょう。そしたら、あと3手しかないから、今は、まあ、とりあえず指輪で4つ消しぐらいしておくか。そして、次ですね。さあ。あ、そうか。しまったな。前の奴らまで巻き込めるんだったら巻き込みたかったか。これの次こっちなんだっけ？だとしたら、6手でしょ？1、2は放り込まないといけないから1として、で、これプラ1がね、右側に出るはずなので、こうかな？本当はね、一番もう1体、巻き込めるやつがいるから上に乗せたかったんだけど、ちょっと手数足んないっすね。で、これで、5個消しすれば5個5個、マックス、なりますね。で、ちょっと変換されないように、横に逃がしておこうか。で、ついでに、コインで、消していきたいけど、その前に、次のターンの5個消しの準備先しとくか。こんな感じでいきましょう。おっと、これは、まあ、領域広げましょう。でね、これ領域広げるやつね、縦にね、上に対して増えていくだけなので、まあ、横はね、ちょっと広がらないなというのは、覚えておくといいかな。もともとね、ヘメラの領域って 2×3 の、前、前方に 2×3 マスって感じなんだけど、それがね、領域を、拡張すると、徐々にね、前に増えていく感じなので、まあ、その辺は、一応知っておくと、何かの役に立つこともあるかもなっていう感じですかね。これね、コイン出てくると落ち込ん作りにくくなるので、俺は取らずに真ん中のやつ一応取ろうかなという感じですね。次も、まあ、ちょっと迷うけど、やっぱりね、落ち込ん作りにくくなるやつなので、一番下を取りましょうかね、今回は。で、次で5個消しをするための準備をちょっとしておきましょうか。はい。中毒持ってないので、領域広げましょう。あ、今のは 10% だから分かりやすかったよね。前に向かって、ちょっとずつ
ますね。範囲が広くなっていくという感じですね。これによって今 2×3 だったやつが 2. いくつ ×3 みたいな、感じにね、気持ち伸びてますよということですね。6手あるから、これちょっとこっちおまけつけて、消しましょうか。はい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 。でだ、次は、3手しかないから、3つだけどコイン消しちゃって、8手アップしました。次のごこげしに備えて何か準備したいなと思ったんだけど、まあ、これは3体しかいないから、ちょっと、変わっちゃうしなぁ。まあ、3つだけど、ちょっと一旦これは消しちゃいましょうか。で、ここのごこげしを次のターンに備えて準備したいかなと思うんだけど、ちょっとね、変わっちゃうところにいるのが鬱陶しいな。これちょっと、やりにくいか。やりにくいかもしれん。でね、まあ、なんかワープみたいなやつ、キャラクターが入れ替わるやつが、3回ごとに1回発動が26だと発動しちゃうので、そうなんだよね。下にも逃がしにくいから、ちょっとここ、ごこげしの準備しづらいね。だったら、まあ、後ろで知らぬいごこげしをやっておく方が無難かもしれんので、それで行きましょうか。で、こいつも上げておけば、あ、しまった、しまった、落ち込んで消えちゃった。ちょっとね、今ね、巻き込めるように したかったんだけど、残念ながら、事故が発生しましたね。どうしよう。あと1手しかないし、微妙だな。次の消すやつどうしようかな。まあ、であれば、なるべくレベル高い方をくっつけるとか、そういう話にはなるんだけど、これ逆にあれか、この上にいるやつが下に落ちてきたらラッキーってことで、転送のマスに乗せてってみるか。あ、オッケー。それはあり。ありだけど、次のターン、ごこげしがうまくできるかというと、1、2、3、4、5、6。あー、ちょっと届かないか。領域広げるか、光ミサイルか。まあ、光ミサイル、ちょっと取りますか。領域もね、広げたいんだけどね、もうちょっと広がってくれると、まあ、やっぱりね、最初の、一番前の列でね、早く、ダメージに、バフがかかる状態にできるからというところだったんだけど、1、2、3、4、5、あ、間に合うか、間に合うね。こっち側でやれば、間に合いますね。OK。そして、そうだね。次のターンのごこげしの準備をまたしようとなったら、まあ、後ろだけど、ここでヘメラかな。はい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 。オッケーオッケー。いい感じに、弾幕が腫れてますね。これも光ミサイル増やしましょうか。それで一気にミサイルパーティーしていきましょう。よしよし。じゃあ後ろでヘメラごこげしをして、4つで消える。OK。で、また次のターンのごこげし準備しながらやっていきたいところですが、ちょっと遠いな。まあ、5手あるから、1,2,3,4,5。 うわ、次ギリギリだね。まあでもなんとかなりそうですね。オッケーオッケー。で、あれですね、ユキシにうまいことシールドがついてるので、ボスの時にも役に立ちそうですね。で、ヘメラの領域を広げましょうか。移動速度ダウンはね、なかなか攻撃範囲に入ってもらえないとかっていう、ことも起きうるので、優先順位は低めかなと思ってたりしますという感じかな。全部別人一応こことここ一緒か。で、こことここも、だから222しかないね。ちょっと、統一でできちゃうと、あんまりよろしくないんだけど。あ、しまった。次のごこげしの準備ができてない。どうしよう。
あ、微妙。コイン消しちゃうと損だからね。あ、微妙。あ、これちょっと微妙だな。次の5個消しっていうか、次の初回で消せるものがあんまりない。今ので、テメラができたから、これテメラ消してるのはありか。一応ね、育った段階のテメラなので、5個消しはできないけど、つけちゃうっていうのは一つありですね。さあ、そして、しっかり、しっかり倒していく。オッケーオッケー。さあ、そしてボス。あれ？あ、これと違うのか。ってことは、ちょっと初回、プライチの恩恵受けれる場所がないな。ちょっと統一だらけになっちゃった。あ、もったいない。ちょっともったいないけど、どうしようか。これか。ここだな。で、その上で、コイン3つ消しておくぐらいかな。コインだったらね、あの、盤面は持ち越せないけど、次に生きるからね。ノーダメなので、50% 以下でダメージ 40% 取ってもな、という感じですが、まあ、一応なんかの保険で取っておきますか。あ、落ち込んした。まあ、ただ、あと1手でできることっつってもそんなにないかな、この状況だと。そうだね。ちょっとないね。まあ、この辺逃がしとくか。あんま意味ないんだけど、一応直接変換されてるキャラが落ちてくる可能性もあるから。さあ、で、ここでね、ちょっとね、敵がね、盤面のキャラクター破壊してくる嫌なやつなんだけど、そう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 、このちっこいのがね、厄介なんだけど、まあまあまあ、なんとかなりそうですかね。強いキャラがやられてる可能性があるから、そこだけちょっと気をつけないといけない。でね、今ね倒せちゃったけど、倒せなかったとしても、多分ね、エイミーとヘメラの弱体化両方、あれだけ攻撃受けたらどっちも入ってるから、おそらく、扉にぶつかられてもノーダメだったはずなんだよね、今のは。で、 15% か盤面でかくするかなんだけど、まあ、盤面でかくしようかな。はい、というわけで、まあ、今のを突破できれば、ほぼ、クリアじゃねえかな、と思ってたりもするんだけど、どうでしょうか。ちょっとね、下調べでは、ここさえ突破すればいけるかな、というふうに思ってたので、ラストのボス、なんだっけって今なっちゃってるんだけど、これは今更1日1ステップでもね、10しか増えないんで、まあ、16ですね。持ち越しも、今持つ意味もないからね、という感じですね。あ、しまった。初日プライチの恩恵受けるの忘れてた。コイン消しちゃったね。今のはちょっともったいない。まあ、こういうミスを割としがちなんだけど、まあ、些細なことかな。ここまで来れば。あ、しまった。今のもミス。攻撃速度アップよりも、HP200 アップの方が、HP 上がるごとに攻撃力アップするやつを事前に取ってあるので、よかったですね。まあ、だからちょっと、単純なミスが増えてるが、大丈夫か？ほい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 。これは、ま、わざわざ3手かけてまで4つにしないで、まあ、3つで消しちゃいましょうか。またね、2つすぐ落ちてくると思うんでね。ここは2ステップ増加で、また18を維持しつつ、ね、微妙だな。巻き込んじゃうよりは、巻き込んじゃうよりは、こっちで3つ消して、上上げて、これで5個消し入れよっか。で、また、コイン落ちてきたので、3つだけど消しちゃって、これね、ランダム何体強化みたいなやつ、あれが来て欲しかったんだけど、来ないっすね。5個消しダブル。さらに、こちらも5個消し入れておいて、まあ、これも3つだけど消しちゃいましょう。で、これで、まあ。攻撃力が 20% 上がる、おまけもついてるので、こっちにしておきましょう。
そうね。まあ、じゃあ次の、ごこげしの準備だけ左端でして、左端は崩さないように、こっち側でちょっとまた、指輪のごこげしも準備したりしておこうかな。さあ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 、左側はやたら手厚い。左側はやたら手厚いね。これは領域広げましょうか。右がちょっと不安かな、そういう意味では。ただね、右をすり抜けてきたとしても、ヘムラがチェーンで吸い上げちゃうから、別に問題ないですね。OK。無事突破、できそうですね、この辺も。よし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 。で、ごこげしをする。さらに、おっと、ちょっと落ち込んで指輪消えてたな。指輪でごこげしの準備も、しようとしてたはずだったんだけど、なんか喋ってる間に見つからないところに行っちゃってましたね。あと6手か。1、2、3、4、5。これごこげしじゃないけど、ちょっと落ち込ん、挟んで、こうやってパチパチと、あ、ラッキー。ナチュラルに落ち込んでごこげしが出来上がったね、という感じっすね。次はじゃあ4手しかないから、10でのごこげし、次のターンのために準備して、その上で、コインの、あ、でもこれね、ごこげし、10でごこげしした後に、4つになるから、こことここに残っちゃうんだよね。だから、あと1手、こっち側で消さないといけないのかな？まあ、何言ってるかというと、次にコインで、見つけしね、落ち込みになるようにするにはっていうところなんだけど、真ん中に見つかってると、もっとちょっとすり抜けてる。左側が、あ、じゃない、右側がちょっと薄いか。一曲のダメージ効果、取っておきましょう。さあ、ただ、まあ、1600あるから、道中の敵でやられることはそうそうないと思うんだよね。ただ、ボスがね、ちょっと最後の最後の、一番最後のボス誰だっけっていうこともあるんで、そこが不安要素ではありますが、まあ、ただ、ここまでの形ができてれば、そうそうやられないと思うんだけどね。はい、オッケー。まあ、この3つだと経験値かな。経験値回収して、7手あるから、7手か。7手あるから、まあ一応ここでごこげしを準備しながら、あと3手で何をして、何をしておこう。そうか。一番後ろで準備しちゃうと、前で消すとね、ずれちゃうから、下手なことができないね。配置いじるぐらいだから、まああれか、この強い知らぬいを、バフのマスに入れておくぐらいか。こっちはね、どうしようかな。まあニュークス入れといた方がいいかな。どうだろう。あ、しまった。一番前、変換で落ち込んっていうかあれかな。今変換されて次のターンの頭に消えちゃうね、これだと。そうするとね、初日プラス1の恩恵受けれないのか、初回、防水プライチ。まずい、ちょっと最後に、ずらしたとこミスったな。まあ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 、ミスったかもしれないけど、そんなに体制に影響あるミスじゃないから、よしとしましょう。あ、消えない。またなんか見間違えてた。ここ揃っちゃったかと思ったんだけど、大丈夫でしたね。まあ、だったら、ミスしなくてよかったね、ということですね。で、4ターン後か。ちょっと遠いんだよな。これ5個あるんだよね、よく見ると。こうして、ここに近づけていって、次のターンで、ごこげし、1、2、3、4、5、あ、間に合うか、間に合うかも。オッケーオッケー、これだったらなんとか。いけそう
な気はしますね。まあ、ちょっとだけね、さっきすり抜けてたのが怖いけど、まあ、ノーダメだったら200回復のやつも取ってあるので、もうすでにね、さっきすり抜けたところはチャラになってますよと。で、6手だからいけるね。オッケー。はい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 。いいぞいいぞ。まあ、一歩手前か。で、変換されないように横にずらしておこうかな。で、あと3手。あと3手。見分けが取り、見分けがつきにくいんだよな。うんうんうん。あと4手。ちょっと待ってね。どうしようかな、これ。次のターンの、最初に消すやつがね、あんまり思いつかないまま、進めちゃったんだけど、まあ、とりあえず、攻撃が終わってからじっくり見ましょうか。しかし、凄まじいな。よしよし、しっかり倒せてますね。オッケー。で、ここで、どこを消すのがいいのかなと、遠いな、みんな。こいつら消しとくか。消して、で、またこいつが、変換マスに入らないように横にずらしておいて、次のターンで、こいつら4つ消しを、初日プラ1の恩恵受けながらしましょうか。まあ、4つでね、プラ1で消すと、3つできちゃって次消えちゃうから、ある意味ね、ちょっと、数が欲しいヘメラには、どうかな、ちょっと迷うところではあるんだけどね。で、後ろの方がちょっとバラバラになりすぎてるから、あんまり、良くない。いや、どうすっか。あ、そこに出てくる。で、中毒持ってないから、ニュークスの攻撃距離ですね。増やしておきましょう。さあ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 。まあ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 。で、まあやっぱダメージはね、シラヌイが群を抜いて出てますね。で、エミーも遠距離攻撃なんで結構火力出てて、ニュクスとヘメラに関しては、ダメージ的にはね、まあやっぱゲットしたばかりのキャラということもあり、他のキャラには少し遅れをとってますね。んー、どうしようかな。くっつけちゃうか。でもこれね、4体が1体になっちゃうと、チェーンで巻き取る可能性っていうか、がちょっと、悪くなっちゃうんだけど、まあただ、とりあえずレベルマックスにできたから、それはいい、それでいいのかなっていうところですかね。で、後手だったら、ここで、次のターンに備えるか、次のターンに備えましょうかね。そうすると、まあやっぱちょっと前列の方に、ヘネラの数が減ったのは良くなさそうだな。前の方のヘメラの数が減ったので、チェーンでね、巻き取る可能性が少し落ちてしまったかなというところなんですが、まあ、それでもね、もうすでに、火力が、十分に出てるので、まあ、白縫いが何とかしてくれるでしょうという感じかな。なので、白縫いを強化。で、ここね、ちょっとね、三つ消しだけどしちゃって、これでね、5体になったから、これの、ここ5個消し、次しましょうぐらいの感じで、ちょっと準備しておこうかな。ほい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 。38、いよいよ、ラストですね、もうちょっとで。さあ、とりあえず、道中の敵に関してはしっかり、仕留めていけそうですが、ボスが何か、最後まで、微妙にわからないところ。あ、ちょっと一体すり抜けたね。まあ、ただ、どちらかのダメージ軽減は入ったようで、おぉ、すげえ、ニュークスが、何かを打ち込んでいる。
オッケー。じゃあ、ここはちょっと、5こげし入れておきまして。で、ちょっとね、真ん中の強化マスに白縫い寄せておこうかな、強くなってるやつ。ここからはそんなに、くっつけるっていうよりは、しっかりね、バスの恩恵を受けていきたいかなという感じですね。さあ、雑魚的の、出てくるところは、これがラストなので、もうちょっと何体かすり抜けたけど、あとはボスだけ。あとはボスだけ。6手だから、まあ、これ、そうね、ここくっつけましょうか。そして、ちょっと待って、この白縫い、あれか、横にずらしとかないとバフがどうとか以前に、ボスに攻撃してくれないか、こうしておこう。さあ、ああ、ラストこいつか。あ、だったら、あれか、ザクが出てくるから、まんべんなく出ても悪くはなかったか。まあ、ただ、そうね、30回の時に倒せてるから、おそらく今回も OK。はい、ということで、じゃあステージ51、まあ撮ってみてくれというコメントがね、結構来てたので、無事ね、動画撮ることができましたという感じですね。まあざっくりこんな感じなんだけど、まあニュックスとかね、ヘメアとか、シラヌイとか、がっつり積んでも、結構ね、しんどいステージだとは思う。ただ俺がね、突破した時は、おそらくニュクスの代わりにドラキュラが入ってて、ヘメラの代わりにトーテム入ってて、それでも突破はできたはずなんだよね。まあ、ただ、結構やっぱ、上振れないと突破できなかったんで、その編成で突破するまで動画撮るのはしんどいんで、まあ、今の全力で、ちょっとね、撮らせてもらいましたという感じですね。そう、70いくつまで進んでても、結構51きついよ。はい、ということで、まあ今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。